こんにちは吉谷です。えーまあ、LINE の方でも <laughs> メッセージいただきましてありがとうございます。はい、熱いメッセージいただきまして、まあ、あの今度長野も行きますんでぜひツーリングよろしくお願いします。はい、でいただいたのがですねメールでいただいたのが、えーまあ、いっぱい書いていただいてるんですけれども、えー、吉谷さんが動画を1万本アップするなら僕はサイトコンテンツを1万点アップする。 を目標に日々コンテンツアップし続けて現在は2000点以上になりましたアクセス数も順調に伸びておりますそんな中で yta の開講はぜっ、えー、絶好のタイミングだと思いご相談させていただきましたアフリーなどのコンテンツも増やしていくことなのでまた同じ目的を持った同士やつながりは持てればと思い入らせていただきましたと 今までは一人で一つの方法のみで稼いでたので会社勤めなくなった今このチャンスを生かしいろいろなビジネスの知識を吸収し同じ目的を持った仲間を増やしていきたいです僕自身はネットビジネス歴は3年ほどでほとんどアドセンスの収入だけだったので違う収入源も確保したいと思いますしまたまたまたゆくゆくはそれらを教える側になれたらいいなと思います吉谷さんいつも親切なアドバイスいただき感謝しておりますこれからよろしくお願いしますと はい、あのロードスターと、まあ、PS の方でですねロードスターとツーリング行きましょうということで頂い,いてますけど行きましょう、はい、いや本当にね車直ってよかったですまあそんな話は置いときまして <laughs> まあまあそれはまた後ではいあのー、この前ですねロードスター長野行った時にですねロードスター見せていただいて、あのー、いいなと思ったんですけど、まあ、その話は置いといて <laughs> まあ今現在ですねまあ、えー ま、サイトの収入アドセンスでも稼がれてると思うんでその SEO とか、まあ、LINE でもやり取りしたんですけどもそのアフリエイトに関する知識っていうのはだいぶあると思いますただ、まあ、まだ知らない知識だったりとか情報だったりここのメールでも書いてある通りにそのコミュニティですよね横とのつながりやっぱこの僕も10年ネットビジネスこういろいろやってきたんですけどやっぱそのもちろん自分自身がそのお金を稼げるスキルっていうのを あの手に入れることもできたんですけど、やっぱりその横のつながり、まあいろんな方とこうお会いして、まあその方から直接やっぱこう本当にそのリアルで稼いでる人たちから直接聞けるっていうのが、やっぱこれがすごくうんメリットが大きかったかなと思います。やっぱその普通のお客さんってやっぱメメールを見たりとかその情報を受け取ってこれがどうなのかな、これが正しいのかなっていうのをこう判断してるんですけれども。 あの僕なんかはまあ直で稼いでる人と直で会って直でこう情報交換が聞けるので、まあ、これが一番良かったかなと思います本当にその稼いでる人たちにたくさん会ってきてででさらにその人たちとこう一緒に仕事ができたっていうのは、まあ、僕の中で財産かなとで今度この YTA に関しては本当ににんだこの横のつながりを多くしたいなっていうことで。 まあ結構言ってると思うんですけどあのお客さんから実際結果が出たら、まあ、講師をやっていただいたりとか、まあ、あとはその横のつながり僕のつながりとかも紹介したりとかいろいろな本当に多種多様のコンテンツもちろんベースとしては、まあ、今回なぜベースを転売とアフリエートこの YouTube のアフリエートにしたかっていうと、まあ、今こうご提供できるお客さんの中で成功してる。 まあ僕は情報、まあ、情報詳細完全バイブルっていう本を出して、まあ、情報を発信してこようよっていうのをこう言ってるんですけどそこにやっぱ至らない人がやっぱ多いというかここ難しいよっていう方がいるので、まあ、ここやっていただければ、まあ、めっちゃ稼げるんですけどここ行く前に顔出しもできませんとかなかな,かそ,あのなんかそういうのをやりたくないっていう人が結構多いのでその人向けで今講師 お客さんからこう実際に結果が出て講師としてまあやってくれる人がまあ2名いるのでまあその2名は渡辺君っていうその転売で今毎月安定,ぐらい安定して10万ぐらい稼いでる渡辺君、まあ、この子は僕の弟子やってたんで,であとは翔山さんっていう方ですね翔山さんも僕のセミナーがきっかけで YouTube のノウハウをこう勉強するようになって今 YouTube のアフリエイトだけで月10万以上、まあ、彼はもうコンサルとかもしてるんですけど。 だもう多分この前結構ちょっと経つんですけど報告いただいた時は50万収入が50万以上いきましたみたいなを言ってくれましたけどまあ YTA ではまあそのまあ一般のお客さんもいっぱい入ってくまだか全然稼げてないよっていう方も入ってくると思うんでだったらまあ顔出しせずに転売っていう方法外でも稼げる方法もあるしいや転売面倒くさいっていう場合はまあ 家でできるっていうのがあるよっていうのを教えてって,てあとはその多分今後ノウハウっていうのはどん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 蓄積されていくと思うんで、まあ、そういうのを講義をどんどんバージョンアップしようかなと思いますで僕自身が知ってる情報コンテンツの扱い方っていうのは、まあ、ありとあらゆることがあるので、あのー、そこを全部教えていこうかなと思ってますその情報発信の仕方、あのー、顔出しできない人と顔出しできる人 じゃあこれどうやって情報発信してどうやってこうマネタイズしていけばいいのかっていうのも全部こう教えていきますのであのまあメルマガの集客メルマガのリストの取り方メルマガの書き方えーセールスの仕方、セールスページの作り方ランディングまあメールアドレスを集めるランディングページの作り方えセミナーのやり方うんなんだろうな。 あとステップメールの書き方とかまあ本当に細かく言うといっぱいあるのでまあそういうのはもう日々この YTA でコンテンツをバージョンアップさせてってまあすごいいいものにこの業界の中でまあ一番って言われるぐらいの、まあ、コンテンツ量とあとサポートでー結局何やっても稼げるのでその何だろうな何やっても稼げるんですよ だけどやっぱ合う合わないがあるじゃないですか合う合わないがだから、まあ、ある程度これとこれとこういう稼ぎ方があるよっていうノウハウまあ今は転売と、えー、YouTube のアフリエイトとあと僕の情報の発信の稼ぎ方ですよね、まあ、これを主軸にしてってあとはまあ追加でこうやっていくといろんな稼ぎ方を。 であとはその YTA に入っていただいた方に、まあ、どれをチョイスするのかっていうのはまあ、選んでいただいてでそれやっていただければ絶対結果が出ないってことはないのでまあすいませんもうね土屋さんの場合はもう結構アザセンスで収入を上げてるので是非ここでも書いてある通りあのー ゆくゆくは教える側になりたいということなのでぜひこのアドセンスでまあ僕もね知ってるんでお話いろいろ聞いてるんですけど例えばそのアドセンスだけで1,000万とかね2,000万とかぐらいですよねもっといったかなすいません何百万から何千万ぐらいですよねアドセンスだけでもそういうのを見てきてるわけじゃないですか。 でアドセンスとかも会社でガチでやってるところは本当に何千万とか上がってるんで、まあ、そういうのを土屋さんはこう見てきたっていうのがあの一番の宝かな多分アドセンスの報酬画面で何百万上がってる画面を見てるお客さんはいないと思いますアドセンスで何百万みたいなだってクリック単価じゃないですかクリック単価で何百万っていう数字を実際に自分の目で確認してこう見てきた体感してきたそれは強みですよ他の人が見れないです アド先生僕ね何千万とか何百万とかなかなか見たことないです大体まあ数十万とかぐらいですよねアド先生7桁っていうのはなかなか難しいと思いますでもそれをやっぱ経験してきた体験してきたか見てきたっていうのはすごい強みだと思うんでぜひそのノウハウというかあのそれを YTA の講師として SEO 部門じゃないですけどぜひやっていただけると あの多分講師として出るとあの目立つっていうのもありますしあとは僕がこうやろうとしてるのが僕はアプリ出すのでそのアプリを出した時に YTA の講師として出てくれた人はそこのアプリの中で、えー、全面的にご紹介するとでそうすると僕のアプリ経由からアクセスをそっちに流せると思うんであの講師として協力していただいた方は、えー、講師の紹介プロフィールとかそういうのもアプリの中で紹介させてもらって。 で僕はアプリを多くの人にダウンロードさせるためにいろいろな戦略でこうやっていくので、まあ、少なくともそっちにアクセス流せると思いますし、はいまあ、これからですねいろいろと、まあ、YTA は、まあ、もちろんなんですけど僕としては個人的な意見としては、まあ、ロードスターとロードスターと長野の長野の山をワイあの <laughs> ツーリングしたいなっていうぜひ、はい 行きましょほんと車直ったんで行きますよ本当にはいよろしくお願いします、はい。本当今回また熱いメッセージいただいてありがとうございますまたいつもですね、まあ、この前長野行った時はですねあのホテルも用意していただいてあとまあお食事もごちそうになってありがとうございましたその節ははいまたよろしくお願いします、はい、ではですねまた何かあのわ、ー、かんないことがあれば LINE とかでメッセージいただければ回答しますんでよろしくお願いします、はい では頑張っていきましょう。ありがとうございます。えー、GTR で行きますから、長野、よろしくお願いします。